ごく最近開発されたステルスは昼間のステルスと呼ばれています。エリア51などではすでにテスト飛行されていますが、それは機体全部がセンサーで覆われていて、機体の裏側の景色をカメラで撮影し、それを表側に映し出す。そのため背景に溶け込んで見えなくなるというものです。また最近ペンタゴンがこのテクノロジーを軍の兵士に応用した新兵器を発表しています。それもやはり背中につけたカメラで背景を撮影し、それを表側のセンサーに映し出すために兵士がバックの風景に溶け込んでしまい見えなくなるという驚異的な装備なのです。確かに見る見るうちに姿が消えてしまう。まるで透明人間のように兵士の姿はほとんど見えない。我々の知らないところでこのような驚くべきテクノロジーが進んでいる証拠と言えるだろうか。スイッチを切ると再び姿を現すのが分かる。